三原駅。三原駅は、広島県三原市場町一丁目にある、西日本旅客鉄道 JR 西日本の駅である。三原城、本丸跡を横切るように建てられている。三原港まで当駅から300メートルと近い。山陽新幹線と在来線における、当駅の所属線である、山陽本線、及び当駅を起点とする、クレ線が乗り入れており、 校舎は、竹原、呉方面を回り、海田市駅で、山陽本線に合流して、広島駅に至る。在来線は、愛子家の、利用エリアに含まれている。山陰、松江、米子、白美愛子家エリア、山陰本線、出雲市駅、宝岐大線駅間、白美線、根上駅、生山駅、新見駅、四国旅客鉄道、JR 四国の香川愛子家エリア、 予算線高松駅多度津駅間から愛古家で入場した場合に乗車できるのは当駅までであるため当駅と異性に乗り越す場合は一旦降車し改札を出場する必要がある事務官コードは80万601を使用している当駅開業前は隣駅の糸崎駅が三原駅を名乗っていた山陽新幹線の建設にあたって 福山広島間の中間駅は、尾道に設置する案と三原に設置する案があったが、いずれか一つを選択する予定になっていた。三原駅には、線形的には乗り入れ可能でも市街地の用地買収が困難であり、一方で尾道駅には地形的に新幹線を乗り入れできないが、約 2.5km 北に建設予定のバイパス道路沿いに新駅を建設する構想があって、 こちらが有力とされていた。ところが、当時の三原市長の長尾正蔵が巻き返しにかかり、新幹線ルート上の地権者や住民3828人の新幹線誘致同意の署名を取り付けて、1969年、昭和44年1月に国鉄本社に持参した。これにより用地買収に問題がないと分かり、在来線駅に、 新幹線駅を併設できる方が望ましいこと、福山広島間の中間に近くなることなどから、国鉄の判断は逆転して、三原駅が選択されることにな、新幹線開通と同時に、新幹線三原駅が実現することになった。新尾の道駅が実現するのはそれから13年後の1988年、昭和63年のことであり、工事費62億円は、 地元負担となっている。在来線は、島式ホーム2面4線、新幹線は16両編成対応、ホーム長410メートルの相対式ホーム2面2線を持つ高架駅である。新幹線保線区が設置されており、当駅の下り寄りに保線区への分岐が設置されいる。改札口は1階にある在来線改札口1カ所のみで、 新幹線専用の改札口は設置されていない。新幹線を利用する際は乗り換え改札口を通る必要があり、そのためには在来線本コースに入ることになる。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として山陽本線の本郷駅、入野駅間隔駅とクレ線の津波駅、新潟駅間隔駅を管轄している。かつては 同区間を管轄する三原地域鉄道部の事務所が、当駅構内にあったが、2018年6月1日の組織改定で廃止されている。1番線は駅舎に面した短式ホームで、広島側には切り欠き機、ホームの0番乗り場があり、3.4番乗り場は、島式ホーム、5番乗り場は、短式ホームであった。 一番乗り場と三番乗り場の間には通過線が、五番乗り場の北側をの道寄りには、保線車両用の引っ込み線が存在した。1975年3月10日に、山陽新幹線が全線開通した当時は、東京駅博多駅、一部広島駅間運転の光が設定されていた。1980年10月1日改正以降、停車本数が、 毎時日本となる時間帯が徐々に増やされた。これは従来の光に加えて新大阪駅博多駅間運転の小玉のどちらかが運行されることになった目である。1986年11月1日改正以降は山陽新幹線区間の小玉を増発し、光の停車本数が順次削減された。 その後1997年11月29日改正をもって岡山駅での望のみと児玉の接続改めにより光の停車一旦廃止された。それ以降、基本的に児玉が1時間あたり1から2本停車するのみだが2006年3月18日ダイヤ改正から光の停車が復活した。当駅始発の東京行き、光、光レールスター。 二便。また2013年3月16日ダイヤ改正より、光441号、博多駅は当駅に停車し、次の東広島駅を通過する。当該列車は改正前日の15日までは、広島駅であった。また従来の、光停車駅に加え、新岩国駅に停車する。2012年3月17日現在、1時間あたり、 下り最上方面は2本、上り岡山方面は4本あるが、2011年3月12日以降、上り列車は岡山行きだったものも含めて多くが次の糸崎行きに見直され、岡山行きの列車は実質、早朝と昼間、夕方の各1から2本のみとなった。また、姫路発あたり駅止まりの普通列車は朝晩に1本ずつあるが、 当駅からの姫路行き普通列車は番の一本のみである。駅構内で浜吉が駅弁、うどんを販売している。以前、うどんは在来線1番線4番線すべてに店舗があったが、後に3、4番線の店舗は閉鎖され、1番線、2番線の店舗のみとなった。主な駅弁は下記の通り。近年の1日平均乗車人員は、 以下の通りである。駅の南にある、三原港、フェリーターミナルから、詐欺島、小詐欺島、因島、生口島、生き島に向かう旅客船、フェリーが運行している。かつては、四国、今治、大三島、井口へも運行されていたが、島並海道の開通後、廃止、または休止された。新幹線の隣の停車駅は、光、 だ玉の項目を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。